はい、どうも。今日は試合をやってきて、今家に帰ってきました。今日は結果報告と、その感想を、ちょっとお話したいなと思います。結果としては 2-0 の判定勝ちでした。で、内容としては1ラウンドが多分ドローかな、多分。で、2ラウンドがダウン取られて、多分パンチまとめられてめっちゃ普通に効いたんですよ。で、ダウンさせられててやべっと思ってて、その時にもうそのまま倒し切られちゃったらもう俺終わりだなって、引退だっていう風に感じながらやってました。で、その後にまあ高幸くんが幕下で来てくれたからか、なんかその膝に合わせて右ストレートかなんかが当たったので倒れた。で、結構効いてたんですよ。それが2ラウンド後半ぐらいだったんですけど。で、そのまま、イーブンで終わったと。ダウン取られて取った。で、3ラウンドが、まあ結構パンチ俺ももらったり、高木くんにも当てたりしたんですけど、自分の方が少し手数というか当たった。まあ、わかんないけどね。なんか俺ドローだと思ったんですけど、で、延長戦行くかなと思ったんですけど、まあ2人がジャッジ自分につけて、自分がギリギリ判定勝ちになりました。ぶっちゃけて言う、本当にこれが最後になる可能性があるなって思ってました。3つ不安要素がありました。それは腕の怪我が本当に治ってんのかどうかっていうのが怖かった。うん。で、もう1個が2年4ヶ月というブランクは今までに経験がないから、そこですごい怖かった。で、3つ目がその腕のせいで、まあ練習スパーリングがほとんどできてなかった。てかマスしかやってなかった。うん、軽いマスしかやってなかった。で、もう一個、この怪我は関係ないんですけど、追い込みの練習が少なかったかなと。それは年による疲れからの回復が遅くなっているっていう点が感じられたから、なんかおのずと回復させるまで休んでると、まあ練習が少なくなるという感じがあったんで、そういうような不安要素3つがあったんですけど、まあ命からが生還したという感じです。はい。で、怪我の方はというと、初めて拳が折れちゃいました。わかります？ここの薬指が、あ、薬指、わかります？ここ、これだったらわかるか。薬指がなくなってません？こっちは、ここにあるやつ。これか。これがあるんですけど、これは、ないんですよ。下に奥ばっちゃったの。だから、折れて、まあ、どんな風に折れてるのかわかんないけど、ドクター永井先生が、まあ、その、控室で見てくれて折れてるって言って、で、明日、ちょっと来てっていう風な感じで、朝行かせてもらって、多分手術になるという感じになります。今回の場合は全身麻酔ではないのかな。全身麻酔だとなんか体のダメージがちょっと多いのかなっていう風に感じるから、ちょっとまあ気持ちいいからいいんですけど、あんまりよろしくないですよね。うん。で、腕だけ、あ、拳だけやってもらうと思います。初めてパンチ自分ないんで、こんなになんだ拳が折れたっていう、まあ経験は初めてだという感じです。あと足とかは、まあ、スネアはとかね、あと、蹴られた腕とかは痛いですけど、それはもう本当に試合終わった後のいつもの感じみたいなところですね。はい。本当に今回は自分の2年4ヶ月ぶりの復帰戦ということで、たくさんの方が、本当に高いお金を、のチケットだったりとか、まあ、チケットが全部高いですし、いろんな高い席を買ってくれたりだとかして、遠くまで来てくれてました。本当にありがとうございます。そして、激励賞もいただきました。そう、オンラインの激励賞も最近作ってくれた方がいたんで、そこで激励賞をいただきました。激励賞いただいた方は、どうしようかな、編集しようか。ということなんで、じゃあ激励賞をいただいた方、こちらに出しておきます。はい。こちらとこちらに出しておく感じにしようかな。はい。そして、スポンサーについてくれた皆様、本当にありがとうございます。そうだな、自分が2年4ヶ月試合ができていなかった間もスポンサーについてくれてて、残ってくれてやってくれてる方々、こんな感じになってますよ。こういう風に見せればいいか。はい。
本当にたくさんの方がスポンサーについてくれました。この血は、高幸くんの血です。自分は血は、あ、鼻血は出てるか、鼻血は出てる。まあ腕、拳折れただけなので、高幸くんが結構カットしてたんで、肘、どの肘が当たったのか分かんないんですけど、というわけで、というわけでというか、本当にこれで終わりと思ってたけど、よかった、首の皮一枚繋がった。この拳は、まあ、この、なんだ、2、3ヶ月ぐらい多分、完治するかな。わかんない。いや、1ヶ月、2ヶ月ぐらい、わかんないけど。でも、比較的早く治るようなことを、永井先生が言ってたんで、治ると思います。はい。だから、まあ、最短で3月にまたできるかな。またちょっと遅くなって、それより後ろになると6月とかになっちゃうかもしれませんけど、またね、ちょっと、この41歳からの、這い上がり、ロード始まりましたということで、頑張っていきたいなと思います。はい。41歳で言えば、木戸も、今日、KO 勝ちしましたし、ハイキックでね。35歳、まあ、後輩のトシキと山際くんも、あ、まあ、トシキ勝って、山際くんはまあ判定、ドローだったけどね、みんな負けないで、まあ、谷山ジム四天王、まあ結構恒例のね、ファイターということで、生き残ることができました。次もね、また、試合、うん、もっと本当に今日よりももう確実に万全に体を作って、もっともっと精進したいと思いますので、応援、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。